プリマドール第9話が本日放送されます。今日は、私紀藤あかりから第9話にまつわるクイズを出題します。ハッシュタグプリマドールクイズと一緒にぜひ答えをツイートしてください。ではクイズです。灰桜がおすすめするギュッと抱きしめるとよく眠れるものとは何でしょう。正解は一体何でしょうか。それではプリマドール第9話をお楽しみください。バイバーイ。第9話のクイズは、灰桜がおすすめするギュッと抱きしめるとよく眠れるものとは何でしょうでした。皆さん分かりましたか。それでは正解発表です。答えは稲葉でした。いや、稲葉はね、もうサイズ的にもちょうどいいですからね。はい、来週のプリマドールクイズは中島ゆきさんからの出題です。お楽しみに。バイバーイ。